おはようございます、こんにちは、こんばんは、木炭パパでございます。まだまだ花粉症でお聞き苦しく本当にすいません。ゴールデンウィークは皆さんゆっくり休まれましたでしょうか。私は2年ぶりのだんじり祭りで大暴れしてきました。まあでもやっぱり規模はかなり縮小されてましたが、まあ、それでも大勢の人が見に来てくれてすごく盛り上がりました。天気も良くて本当に楽しかったです。さてさて、先日少しお話ししておりましたナトニオなんですが、ちょっといろいろありましたのでご報告させていただこうと思っております。自分は本当に魚の飼育が下手だなと思う一方で、このダトニオには振り回されてるのか振り回してるのかと思う瞬間ではありました。化石流が突然やってきて90センチ水槽から1500水槽にお引越しをしましたが、しばらくは元気に泳いでました。アロワナたちに追い回されたりすることもなく自由に泳ぎ回ってるのを見てたくましいなぁと思ってました。元気は元気なんですけど、少し目が白濁りし始めてて、スーパーレッドもたまに白濁りするんですが、でも水替えの頻度を上げると綺麗に治るので、ダトニオも治るだろうと思っていたのですが、どれだけ水替えしてもひどくなる一方で、とてもかわいそうな状況になってきたので別水槽で様子を見ることにしました。これがかわいそうな状況のダトニオです。昨日まではここまでひどくなかったんですけども、その日の朝に見てみるとすごくひどくなってて、これはさすがにやばいなと思って急遽別水槽を用意しました。まあ、急いで用意した水槽なのでろ過能力ゼロの水槽になってしまったのですが、まあ、毎日水替えでちょっと対応しようと思いました。壁に目をこすったぐらいではここまでひどくならないから、おそらく細菌性のものだと思ったので、水槽には薄い薄いグリーンエフと私が何より信用しているアクアセーフを入れました。バクテリアも入れたので水は少し濁って見にくいですが、近くで見ると本当にかわいそうな状態です。これは4日目ですが、白く腫れ上がったような感じはなくなって、まあ、食欲もあるので安心してます。症状の進行は止まったように見えました。でもまだ痛々しいです。でこれは6日目です。少し白い部分が半透明になってきて、目の周りの赤くなってる部分もなくなって治り始めてる気がして、これはホッとしてます。まあ相変わらず食欲はあって、ダトニオは水質が合わないと餌食いが悪くなるのですが、毎日水替えしても大丈夫だと分かりました。これは10日目です。水替え前に撮影しちゃってちょっと金魚の見にくい姿があるのでぼかし入れさせていただきました。かなり白い部分がなくなってきてすごくマシになってきました。ここまで来たら完治するんじゃないかなとちょっと淡い期待を持っております。これが14日目ですね。あれあ、死んでないですよこの日から私が約1週間ほどちょっと家を空けるので、誰も管理ができないので例の友人にお世話をお願いしました。やっとここまで治ってきて、この大事な時に1週間も放置できないですからね。本当なら60水槽を出してきて丈夫ろ過でもいいから
そこでダトニオを育てようかとも思ってたのですが、バンジャールと化石竜の2匹もいつまでも90センチ水槽にセパレーターを入れて飼うわけにいかないので、60センチ水槽は次の段階のためにちょっと置いておきたかったので、このような状況になりました。友人曰く完治するかどうかはわからないけど、まあ、できるだけのことはやってあげると言ってくれたので本当に助かりました。今回はダトニオのご報告をさせていただきました。まあいろいろ話題を提供してくれるダトニオですが、元気になって帰ってきてくれることを楽しみにしてます。それではこの辺でありがとうございました。